疲れ様です。足の方は大丈夫ですか、はい、なんか今日やられてましたけど、はい、問題ないですか、はい、救急車呼ぼうかと思いました。大げさ。いやいや、大げさ大げさ。どうですか、今日は難しいゲームだったと思うんですけど。そうですね、相手がミラーゲームが来る中で、まあ、自分の技術の足りなさが明確に出たので、まあ、そこのミスを減らしていくだったり、まあ、もっと精度を高めるだったり、まあ、課題を克服できるようにまたトレーニング頑張っていきます。チームは3連勝ということで、はい、これは2016年以来の3連勝ということですが、はい、次はアウェーで、まあ、清水ということでなかなか厳しい戦いになると思いますが、次に向けてお願いします。そうですね、まあ強力な選手ばっかですけど、それに負けじと、まあ、4連勝かかってますけど、それに執着せずその試合に勝つことだけ考えて臨んでいきたいと思います。おめでとうございます。じゃあこれで失礼いたします。そういう感じね。じゃじゃーん、森武賞おめでとうございます。一言いただいていいですか。これもらうためだけに頑張りました。いやいや、もっともっともらえるものいっぱいあるでしょ。そうです。もっともっともらえるようにしっかり活躍して、次もしっかり勝って、次の次ホームでまた1万人以上来てもらえるようなゲームを来週したいと思うので、しっかりダゾンで完成お願いします。絶対勝ちます。おめでとうございます。いただきます。じゃあ西川さんにも分けてください。絶対やだ。栃木戦終わってヒーローの高田選手に来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、途中から出てすごい左足出ましたね。いや、たまたま。いやいや、あれは狙ったんですか。まあ一応狙いました。おお、って決めたのと、狙ったけど、うん、まあイメージ通りではなかったですけど、うん、まあ、誰か触ってくれればいいやと思っていうボールを蹴ろうとして、ちょっと浮いちゃったんですけど、ただ誰も触れなかった。誰も触れなかったけど、逆に良かったです。いい感じで、はい、厳しい戦いだったと思うんですけど、途中入ってどういうプレーをしようかなと思ってました。まあ流れ変えるようになプレーをしようと思って、で相手マッチアップが黒くなったんですけど、うん、黒くんすごい走れるので、そこに負けないようにっていうのと、自分が先手取っていい流れを持ってこようと思って入りました。これでチームは開幕から3連勝ということで、この練習をまた次につなげたいと思いますが、次はアウェーで、まあ、清水ということで、なかなか手強い試合になると思うんですけど、清水戦に一言お願いします。まあ、今のこのいい流れっていうのを継続できるように、次はアウェーですけど、しっかりみんなで準備してまたやっていきたいと思います。さあ、そんな今日はいろんな賞をもらってたようですが、チョコチャンネルもあるんです。あるんです。お二人、二つ、川野さんお二人からいただいております。おめでとうございます。おめでとうございます。一言言っていただいていいですか。いや、こんな二つも賞もらえてすごい光栄です。またこの賞をいっぱいもらえるように、これからもやっぱり頑張っていきます。ありがとうございます。じゃあ最後、サポーターに一言お願いします。開幕に続き1万人を超えるサポーターの方たちが今日も来てくれて、すごくいい雰囲気を作ってくれたので、自分たちも気持ち入りましたし、すごい戦いやすかったです。次はアウェーですけど、まあ、またこの流れっていうのをホームに持って帰ってこれるように、次も頑張ります。今日は応援ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。また撮っちゃってください。またいっぱい撮ります。お疲れです。